うございます。ゆべしです。今日の動画はお久しぶりの私のモーニングルーティーンです。最近は日中はちょっとずつね暖かくなってきて過ごしやすいけど、まだ朝はちょっと起きるのが辛いです。最近の私は午前中のうちに YouTube を撮って午後には出かけなくちゃいけないっていう日も実は多くって、割と余裕のない朝を過ごすことが多いんです。そんな余裕のない朝でも心と体に優しくできるような簡単な工夫をね、最近は見つけることができたので、その工夫をちょっとみんなに紹介したいなと思ってこの動画を撮りました。私の朝はまずは白湯を沸かすところから始まります。本当に余裕がない朝になりそうだなっていう風に分かっている時とかは、前日のうちにお湯を沸かしておいてポットに入れてっていう工夫とかもしたりします。この日はいつもの流れでお湯を沸かしている間に顔洗っちゃいました。朝は時短になるように泡で出るタイプの洗顔を使うことが多いです。朝もしっかりとスキンケアはするんですけど、スキンケアもこんな感じでスプレータイプで出てくるものを使って、ちょっとでも時短できるようにしています。スキンケアはね、こう気持ちを込めてこうやってキュッキュッキュッって押し込むのがポイントです。そんなこんなしてたらお湯がちょうどよく沸き始めました。これもね、ちょっとした工夫なんですが、私は白湯を飲みながらメイクをするっていうのがいつもの日課です。コスメとかは最近はね、 YouTube の研究のためにもたくさん持ってるんですが、こんな感じで毎日使うものは別にカゴに入れておいて、物を選ぶっていう時間がね少なくなるように工夫しています。はい、ということで可愛くできたかな。お洋服とかもこんな感じでお気に入りなものは分かりやすいように見えやすい位置に置いておきます。髪の毛とかもね、パパッといつも通り簡単に内巻きに仕上げて、そんな感じで完成しました。そしてここからが心と体に優しい一日の始まりの重要なポイントです。朝食はそんなに時間はかけなくていいので、しっかりと摂るということを心がけてます。
忙しい朝とかは今までね飲み物だけで済ませてしまったりとか、栄養的に心配のスナックなんて日もね実はありました。だけどこれから登場する大好きな食べ物のお金で朝が簡単だけどしっかりと栄養の取れるね朝ごはんに変わったんです。はい、そんな私の最近の朝食に欠かせないお気に入りの食べ物がこちらです。ギリシャスタイルキリヨーグルト入りです。ヨーグルト入りは最近発売になりました。キリはスーパーとかにもねよく置いてあるので好きな方多いかと思います。私もねもともとキリすごく大好きで、ちょっと特別な日パーティーの時とかにクラッカーとかに乗せて食べるのがずっと好きだったんですよ。最近はこんな感じでね朝食にキリを取り入れることに実はハマっています。これからちょっと美味しい食べ方とかも紹介するね。キリのヨーグルト入りを朝食に取り入れるっていうことは最近始めたんですが、実はプロテインとかカルシウムが入っていて、かつポーションタイプでそういった栄養を手軽に取れるっていうところで本当にね朝食にもってこいの食べ物でもあったんです。私のお気に入りの食べ方はこんな感じで4つに切ったトーストにキリのヨーグルト入りをそのままドンって乗せちゃう食べ方です。半分に切ってもいいよ。いただきます。本当にねこの食べ方とかすごく美味しくって、本当にキリを見るだけでよだれが垂れちゃう。美味しそうに食べてます。キリの好きなところはやっぱこのクリーミーなところがすごく美味しいです。このキリのヨーグルト味の方は普通のキリよりちょっとこうさっぱりしたような感じがあって朝食にとってもぴったりなんです。ヨーグルト風味だからこんな感じでフルーツソースとかと合わせてもねとっても相性がいいんです。キリのヨーグルト入りをトーストに乗せて食べるっていうのだけでもねもちろん美味しいんだけど、この食べ方も最高に美味しいのでみんなにやってほしいなと思います。キリをトーストに乗せてこうやって食べるっていう本当に手軽な方法なのにとても満足感があって栄養もあってっていうね心にも体にも優しい朝食になります。はい、みんなねこのキリのヨーグルト味めっちゃおすすめです。でも本当に美味しい。やっぱりねちょっとヨーグルト味だからちょっとこうなんか酸味もある感じでなんかすごくすっきりするんですよ。すっきりするしやっぱりね本当に朝にぴったりで、カルシウムとかもたくさん取れるしプロテインも取れるしでもね健康的にもすごくいいし、このねいちごソースとかとの相性がすごくいいです。そうやっぱりヨーグルト味だからね。そうなので本当にみんなぜひキリのヨーグルトおすすめです。この食べ方もぜひやってほしい。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。ちなみに概要欄にギリシャスタイルキリヨーグルト入りのキャンペーン情報とかも書いておいたのでぜひ見てみてね。そして朝食を食べて元気になったら歯磨きをして YouTube 撮影の準備をします。セッティングが完了したみたいです。ということでですね、今日は YouTube のねお洋服の撮影とかをこれからしようかなと思っています。まあ午前中に結構いろいろこう詰まってるちょっと忙しい朝だったんですけど、今日はねすごく美味しいご飯も食べることができたし、まあちゃんとね栄養も取れたしということで、いい動画がね作れそうな予感がしています。この動画がね面白かったよ、参考になったよ、楽しかったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。撮影頑張ります。